どうも皆さん、いつもありがとうございます。愛と笑顔の音楽の伝道師さっちゃんです。いやー、もう先に謝っときます。ごめんなさい。実はですね、先日沖縄のですね、渡辺信之先生をお迎えしてというか、お迎えしてというかね、どこでもドア収録だったんですけど、お電話でラジオを1本収録したんです。そしてそのお電話をおつなぎしたまま、ちゃんと放送後期動画、放送予告動画を撮ったんですけども、私一生懸命ちょっと編集をしてたら、知らない間にデータがなくなってしまっていて、紛失ですよね。うまく保存がされてなくって、データがなくなってしまって、せっかくね、渡辺先生が動画でも素敵なことを、素晴らしいことをお話ししてくださっていたんですけど、ちょっとアップすることができなくなってしまいました。ごめんなさい、申し訳ないです。でもぜひね、放送の方を聞いていただきたいなと思います。放送はですね、1月の25日越谷 FM さっちゃんのハローホームタウンですね、夜の9時からとなっております。こちらはリッスンラジオというアプリをダウンロードしていただければ、どこでもね、世界どこでもインターネットがね、できるところで聞くことができますので、渡辺先生といえばメック食堂くらい、メック食の考案者であります。そのメック食堂はなんぞやから始まってまして、このコロナの時代を、ね、元気に生き抜くヒントなどがありますので、ぜひ聞いていただきたいなと思います。本当、渡辺先生ごめんなさい、せっかく動画でもお話ししてくださってたのに本当申し訳ないです。そしたらこの動画ね、渡辺先生の動画お声だけですけど、ちょっと皆さんにお楽しみいただけなくて本当に合わせてごめんなさい。ぜひですね、1月25日の放送を聞いていただけたらなと思います。これからもさっちゃんのハローホームタウン、よろしくお願いいたします。いつも心にメッコ、生活にメッコ。じゃあねー。